日産 GTR 2020年モデル入庫。まずはフロントからのご紹介。2014年モデルより採用されている稲妻の閃光、ガモチーフの LED ヘッドライト、そしてデザイン性にも優れた空力性能抜群のフロントスポイラー。2020年モデルは最高出力570馬力、ニスモにのみ使用していたターボ効率化技術、アブレダブルシールを採用し、さらなる進化を遂げています。足元には、レイズ製の20インチホイールと、ブレンボキャリパーを装着。サイド、リアは、オプションのプライバシーガラス付き。続いて、リアを見ていきましょう。スカイライン、伝統の丸型4頭テール、そして美しい形状のリアスポイラー。リアディフューザー、エアダクトも装備。そして鮮やかな青色、チタンテールフィニッシャー。エンジンオン。続いてインテリアを見ていきましょう。目を引くのは鮮やかな内装。オプションのファッショナブルインテリアを装着しており、ふんだんにレザーを使用、高級感あふれるインテリアとなっております。オープニング画面はこれ、 GTR。 センターコンソールにはカーボンを使用。GTR のセンターディスプレイにはナビ、テレビの他にもこのような機能があります。ポチッとな。シートのデザインもおしゃれです。シートヒーターもついておりますので、冬でも快適です。他にも、Bose サウンド、ニスモスポーツリセッティングなど、快適性、走行性を高めるものを装備。魅力あふれるこの GTR。気になる方は、お気軽にお声掛けください。それでは。